こんにちは、よしこでございます。では、今日はですね、このおからパウダーと大箱を使った餅を作っていきます。餅なんですけれども、このかけるチーズ結構伸びるので、なので僕もチーズとか好きなんですよ。餅とチーズの組み合わせなので、もチーズを作っていきます。もう正月とかの時期に食べてるもんかもしれないですけども、僕はこれを食べて正月を過ごしました。これ2つだけで餅っぽいのは作れるんですけれども、まあそこにかけるチーズ、まあ単に僕がチーズと餅の味が好きっていうことでやっていきたいなと思います。僕のチャンネルでは基本的にはダイエット料理、低カロリーで料理をするようにしていますので、よろしければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではやっていきます。よろしく頼む。まあ普通にこれご飯の丼とかで使ってるやつなんですけれども、20g 入れます。大箱をペイ、大箱 10g ぐらい入れてます。で、一回これで水を足しましょう。で、水を 200ml ザーッと入れといてと、 200ml プラス 50ml だから 250ml か、これぐらい入れて、もうちょっともちもち感が欲しいので水分はちょっと多めにしときます。で、適当に混ぜ終わったら電子レンジでチンしときましょうか。結構もちっと感が出るので、ではやっていきます。1分40秒ですね。2分やろうかと思ったんですけれども、やりすぎるかなと思ってちょっと止めました。で、どんな感じになっているかというと、ほら、もうビヨンビヨンです。大箱サイリウム入れたことによってこんな風にもちっと感は出ます。で、もちチーズ作りたいんですね、僕今日は。なので、これでかけるチーズ、いい、 OK、 混ぜ混ぜしてください。なかなかいいでしょう。どうしてもね、おからパウダーでやるとおからやなってなっちゃうんですよ。それをね、多少は防ぎたいので、チーズ入れたりとか、ちょっとね、味付けを工夫した方が良かったりするんです。おからっていうか豆腐やなとかまあやっぱり大豆の味がそこそこ主張激しいなっていう時はあるので、成形して置いておきます。ハンバーグ作るかごとく、ほいよ。まあちょっとしたお菓子としてこれすごい美味しいと思うので、やってみてください。こんな風にね、作ったら今度はこれをね、焼いていきましょうか。はぁ、はい、ではフライパン用意して火をつけます。ふう、あったかい。オリーブオイルで餅手がチーズ入ってるからか、あんまりね、味のついたものでやると油の味が主張してしまうとよろしくないので、オリーブオイルはそんな主張激しくないから、それで油を敷いてやっていきます。はい、 OK、 焼いておきましょうか。これ一人で食うとそこそこ腹いっぱいになっちゃうので、まあ2人前ぐらいかなっていう。まあ焼くときにくっついちゃったらご愛嬌ということで、ある程度火が通ったら表面だけちょっと強火でカリッと焼き上げると美味しいです。よし、じゃあ盛り付けましょうか。はい、では食べていきます。さあ、醤油もかけたことやし、いただきます。よっしゃ、まあ、ほんまはね、これ1人4つぐらいでいいんですけども、今日はまとめて食べます、2人分を1人で。うん、うまっ。しっかり餅ですね。
チーズも伸びるからめっちゃ美味しい。見て、ピント合ってないかな、ビヨーン。うまっ。うん、やっぱりね、餅の味入れて正解、めちゃくちゃ美味しい。うん、うまっ。こうやって見せてあげる。うん、うまっ、うまい、うん、お口の中はちゃんと飲み込みましょうと言いました。はい、ごちそうさまです。惜しかったです。じゃあ新年明けおめということでね、噛んだ。新年明けおめということで、はい、餅を食べていきました。いかがだったでしょうか。あ、満足じゃ、要は満足じゃ。大箱あんまり存在をよくわからなかったんですけど、あれ使うとすっごいもちもちで、なんかお菓子とかにもおからパウダーと合わせると使った方がいいよっていうのがあったので、ちょっと使ってみようかなと思います。あれ自体に全然カロリーないみたいなんでね、ダイエットとか減量とかね、幅広がると思うので、まあコンテストとか出たいなという人も大箱とか買った方がいいかもしれない。何しとんねん。こりゃこりゃこりゃ救出。はい、ということで、また今年もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。何をしとんねん、こりゃ。